はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング。中の人 A です。今回はね、クレカがなくてもポイントが貯まるレーザーゴールドとは何かということで、今回はね、ゲーミングデバイスでおなじみのレーザーの提供で、そのレーザーのね、デジタルウォレットサービスというか、その Google とかね、Apple とかとはまた異なったその課金サービスね、レーザーゴールドとレーザーシルバーのね、紹介をしていきたいなというふうに思います。で、まずそもそもなんですが、デジタルウォレットって何っていう、そういう話になると思うんですけど、要はね、その交通系の IC カードとか、あとは電子マネーとか、またはプリペイドカードとか、そこら辺と基本的には一緒で、一緒っちゃ一緒なんですけど、ちゃんとポイントがつくし、で、その還元率っていうのも、クレカとかとね、クレカとかとは変わらないレベルということで、じゃあどういう仕組みなのかとか、実際どういうふうにね、使うのかとか、そういうのを見ていきたいなというふうに思います。で、まずね、そのレーザーゴールドのそのサイトにアクセスするとわかるんですが、そのレーザーゴールドはそのゲームとかのね、マーケットプレイスになってます。で、ではそこでね、そのレーザーゴールドを使って、ゲームを買ったりとか、あとはその COD のモバイルとか PUBG とかに課金することができて、今後はね、もっといろんなゲームが買えるようになるのかなというふうに思います。で、ちなみにね、その住んでる地域を日本でセットしておけば、その1ゴールドが1円という、そういう扱いになってます。で、レーザーゴールドを使ったタイミングでね、そのレーザーシルバーっていうものが付与されるんですが、どれぐらい還元されるかというと、1ドル使うごとにね、50シルバーが還元されるという、そういう仕組みなんですけど、まずそもそもね、その1ドルの価値っていうものは、日本人にとってはね、流動するものだし、その50シルバーってね、どれぐらいの価値なんだっていう、そういう話になるわけですが、これはですね、結構そのレーザーシルバーでね、交換できる商品とかが変わったりとかするので、ちょっと何とも言えないんですけど、そのシルバーでね、レーザーシルバーでレーザーのデバイスだったりとか、レーザーストアで使えるクーポン券とかとね、交換できるし、レーザーの製品が抽選でもらえるやつに、参加できたりとかするという、そんな感じです。で、今後もね、交換できる商品とかはね、変わるとは思うんで、1ドル使うと50シルバーなんだなってことを、把握していれば十分な気はします。はい。で、あとね、レーザーゴールドのその使い方なんですが、レーザーゴールドでね、いきなりゲームを買ったりするだけなら、普通に買うだけで、特に言うことはないんですけど、そのゲーム内で課金する場合は、そのリチャージするっていうことをします。要はその日本円をレーザーゴールドにして、そのレーザーゴールドを、ゲーム内通貨に変換する感じですね。で、あとですね、そのレーザーゴールドの購入方法は、もちろんクレカとかペイパルもありますし、あとね、その日本の主要なコンビニは大体どこでも支払えるので、クレカがなくても、コンビニ決済を選択して、レーザーゴールドを買うことはできるよと。で、レーザーゴールドを使って、ポイントとなる、そのレーザーシルバーを入手できるよという、そんな感じになっています。はい。で、あとですね、ちなみに今回、その5月15日までのね、日本限定のキャンペーンと、COD モバイルのね、そのコラボのキャンペーンをしてて、日本限定のキャンペーンはね、1ウォレットにつき1回ね、先着1000名で、日本ウォレット限定で、レーザーゴールドを500円以上課金すると、追加でね、500円分のレーザーゴールドがもらえるという、そういうものになってます。で、COD モバイルのキャンペーンはね、レーザーブランドの、ゲーム内パラシュートがもらえるっていうのと、追加でね、25%のレーザーゴールドがもらえるっていうやつと、さらにレーザーシルバーも、期間中無制限でね、倍もらえるというやつですね。要はその1000円以上ね、COD モバイルにリチャージすると、パラシュートがもらえて、で、レーザーゴールドが25%の年額払い戻しされるっていうのと、ポイントとして付与されるそのレーザーシルバーも、期間中は無制限で通常の倍ね、2倍シルバーをもらえるという、そんな感じになってます。で、そんなキャンペーンもありますし、もちろんね、このキャンペーンに参加してほしい気持ちもあるんですけど、何よりもね、まだ年齢とかのその関係上、そのクレカとかが持ってなくて、プリペイドカードとかで課金してるけど、もっとね、お得に課金したいなとかね、結構な金額使うからね、ポイントをつけてほしいなっていう人は、レーザーゴールドのね、リンクからぜひね、一度、レーザーゴールドを使ってみてくださいという、そんな感じです。で、あとですね、ツイッターでもね、そのレーザーゴールドと COD モバイルのね、コラボの限定パラシュートのプレゼントキャンペーンをやっているので、こちらもね、ぜひご参加くださいという、そんな感じです。はい。ということでね、今回はレーザーゴールドとレーザーシルバーの紹介でした。この動画ね、ふーんというふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。